新年明けましておめでとうございます。佐藤美希です。今回は新春スペシャル対談としてブンデスリーガで活躍中の浅野拓磨選手にいろいろとお話を伺っていきたいと思います。久しぶりですよね。広島時代が最後なので1年半ぶりくらいですか。そうですね、広島の時に。ということで今回はですね、いろいろとプレーのことだったりプライベートのこともお話聞いていきたいと思うんですけども、まずは、ヨーロッパのクラブに移籍されて、はい、いかがですか。今1年半くらい経ちましたけど、だいぶ慣れてきたかなとは思いますけど、その反面難しさもやっぱり感じながらやってるので、はい、それまではサンフレッチェ広島でずっとプレーをされていて、はい、J リーグとヨーロッパのクラブの違いの差はありました。やっぱり海外行ってから日本との違いはもうすぐに感じましたし、プレーのスピードの速さであったり荒さであったり、何よりも対人の強さは、日本と比べてやっぱり先を行ってるなっていうのは感じましたね。フィジカルがもう見た目から全然違いますしね。そうですね、もうガタイのごつさが日本人とも全然違うので、もう見た目からしたらもう勝てないだろうなっていう選手ばっかりなんで、そういう選手とばっかりやってるっていうのは成長にもつながってるなとは思いますけど、でも11月に1部リーグ初ゴール決めましたけども、ハノーファー戦やっとですね。あの瞬間どうでした。いや、嬉しさもありましたけど、ほっとしたっていうのが正直なところで、それまでも何回かチャンスがある中で、なかなか決めきることができなかったんで、悔しい気持ちと焦りとありましたけど、やっと入ったなっていう気持ちが正直です。そして浅野選手といえばジャガーポーズ、先日もねゴール決めた瞬間見られましたけども、私今まであのジャガーポーズなんで始めたかってお聞きしたことなかったと思うんですよ。はい、あのジャガーポーズはどうして始めたんですか。一番最初はサポーターの方が、サンフレッチェ広島時代の時に、1年目か2年目かの時に僕のゲーフラっていうんですかね、応援のやつにジャガー浅野って書いたのを掲げて応援してくれてたんですよ。で僕はそれを見て初めて、あ、俺ジャガーなんだそのサポーターの方が決めたんですね、ジャガーっていうの。でも後々聞いたら、広島に、ある雑誌があって、その雑誌を書いてるライターさんが、なんか浅野はジャガーのようにスピードを生かしてなんか仕留める、ゴールを仕留めるみたいなのを書いてたらしいです、名付けてくれて。僕はそれを見て、先輩の広島の水本、水本さんとゴール決めたらジャガーポーズしようという話になって、で初めてゴール取ったのが2年目のゼロックススーパーカップだったんですけど、プロに入って初めてゴール取った時に、初めて2人で、ジャガーポーズ決めて、ジャガーポーズやってたんですけど、最初はカメラにも何も映らない2人での遊びだったんです。それがだんだん、試合に出れるようになってゴールを取っていく中で、ジャガーポーズ実はやってるんですっていうのをテレビで発言したのがきっかけで、カメラが撮るようになってくれて、今はもうそれを見たさにもうゴールも見たいっていう。そうです、僕はもうゴール決めた時ジャガーポーズ忘れてる時あるんですけど、やらないとと思って、周りの人に言われます、ジャガーポーズジャガーポーズそこまで。でも本当にサポーター応援してる方はみんなジャガーポーズ楽しみにしてるので。そうですね、楽しみにしてくれてる人いるんで、なんかその人たちのためにもゴールを取ってジャガーポーズしたいなっていう気持ちはありますね。